二人で半人前。皆さんこんにちは、ドリフターズライダーです。どうもこんにちは、ようかんです。はい、ようかさん、こんにちは。どうもようかんです。はい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 。ということで、いきなりね、はい、ダートにいるんですよ。めっちゃ怖かったね、この松ぼっくり。ね、松ぼっくり地獄。そう、これにね、ちょっと乗るとね、クリンってこいつがね、転がるせいでね、ハンドルがちょっと気持ち、こう、くるってこう動かされる。それがいっぱい落ちてたけど。はい。まあね、ここに書いてあるんですけど、これ今、西ルベシベ駅です。無人駅です。はい。JR 石北線の無人駅にあって、ここが、ルベシベ中学校ですね、ここね。ちょうど裏手にあるんだね、これ駅ね。で、まあ、駅スタートということなので、はい、今日は気になるあいつということで、実はあまりね、こう、深掘りをしたことのない、ルベシベの方に気になるお店がありましたんで、はい、行ってみようかと。ありがとうございます。はい、思います。はい。はい、ということで、じゃあ、早速時間もね、いい時間なんで行きましょうか。なんか限定何食とかっていうのもあるらしいんでね、早めに行った方がいいと思いますんで。じゃあ行きますか。はい。よし。ここからはドリフトさんナビで。私前行きます。はい。もう君前でもいいんですよ。私が後ろから言いますから。断りだ。断るんじゃないよ。よし、じゃあ行きましょう。よし。はい。ちょうど今特急が来ましたけど。あ、行けねえや。西ルベシベ駅出発しますね。ちょっと待ってください。今これ踏切が上がったらね、車が前に行くと思うんで、ちょっと一通り落ち着いてから私たちは行きましょうか。はい。はい。で、ここの西ルベシベ駅からはですね、結構すぐ近いということなので、あれ、車止まってくれてるのかな？あ、そうなの？じゃあ、遠慮なく行かせていただきます。そうだね。行きましょうか。せこり。よっしゃい、ありがとうございます。あ、ちゃちゃちゃ。で、こっからもうちょっとまっすぐです。もうすぐですね。あと2分で着きます。近いですよ。今のまあ、ダートのね、駅のところから出た、右曲がればここの信号の交差点。ここ左ですかね。これ左。そうですね。ナビ、ちょっと文字が隠れて、見づらいんだけど。こっから左へ行くと、あ、そこ右前にあります。ここです。到着です。これですね。はい。あ、パーキングゾーンって書いてますよ、ここ。パーキングゾーン。はい。このダートのところに止めるみたいですね。お店の駐車場は。はい、そうです。ということで、今回ですね。止めればいい。これは、まあ、その、看板の方に、こう、歩道に向かって、そう、頭を向ければいいんじゃないですか。そう。あ、いいですね。こんな感じでいいんじゃないですかね。はい。ということで、今回気になるお店、ここです。青山亭さんですね。ルベシベ。はい。はい。で、ここ何が気になるかっていうとですね、よいしょ。まあ、あんまり、聞いたことないかもしれないんですけど、塩ラーメンの専門店らしいんですよ。らしいですよ。ええー。なので、なんかね、限定35食だから、なんか、限られた数しかない塩ラーメンもあったりとか、あるらしいんで、で、なんか、あれらしいですよ。無添加、化学調味料も使ってませんみたいな。そんな風に確かね、書いてあった気がしたんで、どんな感じなのか。食べ尽くしてやりましょう。はい、5食。もう帰れって言われる、多分。なんでそんな大食いチャレンジをしなきゃいけないのか。よし、ということで、早速行ってきましょう。はい。はい、では、後ほど。よいしょ。ペタッ。痺れてる。マジか。はい。ということで、行ってまいりました。よし、ちょっと待ってよ。OK。OK。いや、美味しかった。こっからまた左と。はい。ということでね、青山亭さんでございました。はい。本当にお店というか、ご自宅でした。ね。ご自宅でやられてるっていうね、改装してやってるっていうことだったが、本当にご自宅の中って感じで、なんか親戚のうちに呼ばれましたみたいな感じでね、食べさせていただいたんですけど、美味しかったなぁ。一応ね、ラーメンに関しては
塩ラーメンのみと。はい。はい。で、今回はね、私たち塩ラーメンにチャーシューの量を選べるんだよね。そうそうそう。なんか1枚、3枚、5枚、7枚とかだったかな。そうそう。そう。で、私たちはまあ3枚かな。うん。スタンダードな感じにしましたけど。うん。あ、安いよね。安かったね。普通にラーメンだって6、チャーシュー3枚で660円だか。うん、そんな感じだよね。そう、うん、で一応私それであのミニカレーあるってことだったんで、ええ、ミニカレーも私はいただいて、はい、で羊羹さんはやっぱりね、うん、もう名前通りもう水羊羹をいただきましたそうそう美味しかったよね。おすごい、おおおライダーさんがいっぱい、すごいじゃないか。はいどうもこんにちは、こんにちは。明らかにあれお仲間じゃなさそうなおっしゃが、あんまり近づいたら俺仲間って思われんじゃねえかみたいなそんな感じだったのが一台足ないわそう、まあまあまあ、それでね、あの青山亭さんですよ。はい、はい、どうでしょう、私はあのあこのパターンもあるなっていう、うまいなっていう感じでしたけど。ああ美味しかった。美味しかったね。うん、本当にその食べる前も言ってましたけど、はい、無添加、無化学調味料、うん、無化調ってやつだね。そう、うん、そのなんていうの、その化学調味料を使わないのって酸っぱくないね。あーそうだね。うん、うん、別に味薄いとか塩分を感じないとかそういうわけじゃないんだけど、そうちゃんと味はある。そうスープのね、うん、味はしてるんだけど、なんかまあ多分日頃からさ、化学調味料って今なんか結構当たり前に人間、まあ日本の人なんてね、口にすること多いと思うんだけど、うん、あそうか、たまにその化学調味料って舌がしびれるんだよねっていう人の気持ちがちょっとわかるというか。ああうん、すごい、あと優しい、そうそうそう、優しくてさ、そう、後味すっきり、うん、そう、だから多分スープをそれこそあ美味しいななんてこうね、レンゲで飲んでても、うん、後々そんな喉乾くかって言われたら多分やっぱそこまで乾かないんだよね。うん、現時点でそこまで乾いてない。そうだよね。うん、うん、そんな感じがしてたから、うん、やっぱさっぱり後味系の、うん、これはナイスそうで美味しかったよね。うん、でご主人の方がね、ミニカレー運んできてくれた時にちょっとお話ししましたけど、うん、なんか奥様があそこのちょうどルベシベ中学校の今日、給食栄養士さんだね。あそう栄養士さんだってね、給食の栄養士さんやってたんだよねって言ってて、うん、でその時になんか手作りカレーを年に1回給食でスペシャルカレー出してて、うん、でその時のなんかもうスパイスから全部こう配合して全部練って、そうそうそう、ふーナイスー、そうそういうのをね、再現してるカレーですって言って、うん、そうこれもまたさ、カレーの味するんだけどくどくなくてね、油っぽさもないしね、そうすっきりしてて、うん、そうちゃんとスパイスのカレーの風味はちゃんとするんだけど、そうそうそう、うん、美味しかった。美味しかったね。うん、いやいいですよ本当。ラーメン好きなんだけど、うん、ちょっと後で喉乾くの嫌だなって人とかは多分好きなタイプだろうね。うん、うん、いやよかったよかった。いやはい、まあルベシベにある青山店、ちょっと住宅街というか一本この国道、今走ってるこの国道よりは中のね、うん、そうだね、ちょっと気持ち入り組んだ方にあるんで、うん、パッと見知らない人とか分かりづらかったりするかもしれないけど、うん、まあもしねお近くに来る人はね、はい、うん、ちょっと寄ってみるといいんじゃないでしょうか。私たちも含めね、見てくださる方でバイク乗る人なんてさ、はい、走っててさ、ラーメン食ったっていや喉乾くなっつったらさ、うん、ちょっとバイクだったら飲み物飲めないじゃない、走りながら。そうだねそういう方とかはいいかもね、うん、後に尾を引かないから、うんうんうん、そう美味しかったな、また行きましょうよねえ、うん、ほんとあの雰囲気がいい。そうだね、お家っていうのはいい、うん、お座敷の方に通してもらってね、うん、テーブルあるんでもしよかったらお座敷でいいですよっつってね、うんうん、まあ普通の民家なだけあって、うん、座席数はそんなないんだけどね。
そうだね、テーブルがいくつかあったけど、多分10人も入ったら満席、10人入らないか。お座敷入れたらまあ10人は入れるかな。ギリギリって感じだよね、うん、だからまあそんな広いわけじゃないけど、うん、でもあれはちょっと隠されたお店でいいんじゃないですかね、うん、はい。なんで私たち一番に入れましたよ。そうだよ、もう私もうオープンしてすぐだったかな、あれ、うんうん、一番最初に入らせてもらいましたよ。はい、はい、ちょっと左に寄りましょうか。はい、で今日は、そんな感じで終了しようかなと。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、ということで、本日はですね、気になる愛知ということでルベシベ青山亭さんにお邪魔してまいりました。はい、はい、本日もね、最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。あれ、なんかようかさん、リアのあれだね、タンデムのステップが片方降りてるね。あ、そうだ、さっき、あ、足を、あ、そっか、靴なんか直すのに足かけてたか。ああ、はいはいはい、ちょっとカッコつけてた。ああ、なるほどね。ああ、そしたらね、あのバイクの鍵差し忘れて、いや失敗した、手袋先はめたって、ね、やっちまったって叫んでたけどね。そうそうそう、まあそんな感じでね、はい、あの次回どのような動画になるか分かりませんが、ぜひぜひまた遊びに来ていただければなと、いい、思っております。よろしくお願いします。はい、ということで本日はこれにて終了したいと思います。はい、はい、それでは皆さん、またね、またね、バイバイ、またね。ふうふうふう、いやめっちゃいい天気ね、すげえ気持ちいいんだよ今日。Woo!